どうもシャルルです。ザースパークサズキマ選手移籍に関して語るやつ丸六、やっていきたいと思います。はい、今日は12月11日月曜日ですね。まあ、J リーグの全日程がまあ終了したって言っていいんじゃないかな、天皇杯も含めてね。まあ、ACL はあるけど、まあ、出てるチームは頑張ってくださいってところで、まあ、J リーグ自体は終わったって感じで、こっからどんどん移籍に関して激しくなってくるのかなって感じはします。はい、まあ、その中でダスパは今日動きがありましたってとこですね。はい、レイラック氏が JFL のチームですね、に在籍してた、田部優、が契約満了ってことで、今シーズンの途中から、滋賀の方に移籍してって感じなんですけど、まあ、それで、まあ、滋賀自体では立ち位置がつかめてたのかなって感じがします。ちょっと記録調べたら12の先発の途中出場が1だったんで、まあ、どういう感じになったかなとは分かんないんですけど、まあまあまあ、うまく立ち位置はつかめてた中だったけど、群馬には戻ってくることができなかったってところですね。はい、ごめん、とても申し訳ないんだけど、活躍をちょっとね、直接目にすることがなかった人なんで、多分天皇杯の浦和、天皇杯に1試合出てたって書いてあったから、去年。違う、去年だと広島で出てたのかな、わかんないんだけど、あんまだからそんな印象に残る選手じゃなかったっていうのがちょっと申し訳ないところであるんですけど、まあ行方の優勝メンバーはまあ田部ツインズってところの兄で、まあ活躍できる選手かなと思ったけど、まあちょっと難しいところであったかなって感じはします。はい、まあ、ちょっと残念ではあるけど、まあ仕方ないことではあるんで、まあ、やっぱりおかずじゃないけど、やっぱりその早い段階で1年目ぐらいでベンチ入りとかで、まあ、出番をある程度確保しておかないと、やっぱりこういう風になっちゃうのかなって感じです。最近の大卒が多いので、ちょっとそこら辺は強化部がとても心配ではありますが、はい、まあ、どうもあれごめんなさい、ちょっと語ることが少ない、これからの飛躍をちょっと祈ってますってところで、頑張ってくれ食べゆう弟がどうなってるか知らないけど、今、まあ、行方の優勝メンバーといえど、やっぱりプロの世界じゃ厳しいっていうところにはならないでほしいです。はい、はい、次のステージどうなるか分かんないですけど、頑張ってください。はい、続いて、久保田勝音、21シーズンから3年間の在籍ですね。まあ実質2年間か、今シーズンは最初から岐阜だったんで、はい、そうだね、23シーズンは岐阜に期限付き移籍ってとこですね。はい、まあ、その中で岐阜では立ち位置をうまくつかめずって感じで、先発ゼロの途中が中って感じですね。で、アシストが調べたら行き着いてました。はい、そんな感じかな。まあ、個人的に印象に残ってるのは天皇杯の清水だよね、多分ね。清水でキャプテンマーク巻いて出て勝利に貢献してたのは、ちょっと印象的かなと思いました。はい、まあ、でも、ちょっとそれ以外はうまく、活躍を耳にすることはなかったかなって感じです。はい、まあ、比べたくはないけど、もう一人期限付き、最初から期限付き生きてた深尾堀なんかは、まあ、ハットトリックしたりっていうのは、まあ、まあ、ポジションの違いはありますけど、その辺でちょっと耳に、気にしなくても耳に入ってくるような印象があったりしたので、まあ、そこはポジションの違いもありますけど、まあ、ちょっと、あんまり活躍はできなかったのかなって感じはします。はい、まあ、それでも、最初かな、加入当初の21シーズン、姫戦の、ゴールですね、プロで初ゴールを群馬でしてくれたっていうのは個人的にはかなり印象に残ってます。まあ、その中で、まあ、ボランチで奥野さんのところだったらサイドバックっていうところで、まあ、結構足元もうまい下手ではないですし、まあ、むしろうまい選手でありますから、まあ、その辺はちょっと奥野さんにはうまいようには使ってもらえてたけど、ちょっと押し切りになってからはちょっと出番が減ってしまったっていう中で、まあ、なかなか立ち位置をつかめない中で、今季は J3 の岐阜に移籍したんですけど、まあ、岐阜でもうまく立ち位置をつかめて、結構ね、まあ、レジェンドの選手が多いチームでありますけど、まあ、立ち位置つかめない中で、まあ、不完全燃焼で終わってしまったってところですね。まあ、26歳、どうするんかな。ここまでサッカー一筋でやってきて、ちょっとなかなか、なんだ、実ったシーズンっていうのが、今まで経歴見た感じだとないから、ちょっとどうなんだろうな。どっか拾ってくれればいいけど、まあ、将来性考えるならちょっと難しいところではあるけど、
まあまあ辞めるっていうのもまだ26歳ならどうにかなるんじゃないかなって気はします。まあちょっと それはあんま言わない方がいいな。ごめんね、ごめんなさい、本当にごめんなさい。まあ結婚とかしてるからなおさらちょっとその辺心配になっちゃってって感じです。俺はカズネの親ではありません。はい、ごめんなさい。はい、ということで、まあ、久保田カズネ3年間、まあ、実質2年間ですけど、ありがとうございました。個人的には好きな選手。リストバンドとか結構ちょっとグッズ集めてたりした選手であるので、結構、カズネっていう響きがね、結構好きだったんで、はい。まあ、プレイもね、足元上手かった選手でありますけど、まあ、岐阜でもちょっと、これじゃちょっと仕方ないかなって感じがします。はい。まあ、ってことで、まあ、結婚して、まあ、奥さんもできて、まあ、子も、奥さんも生まれるんかな？どうなんだろう？わかんないけど、奥さん綺麗な方だったんで、まあ、いい生活、まあ、次のステージで、奥さんと共にいいステージで飛躍をできることを祈ってます。はい。ってことで、お疲れ様でした。まあ、今回は期限付き移籍。旅理由に関しては、育成型期限付き移籍でしたね。はい。の二人を、契約満了ってことで言ってきました。まあ、ちょっと、食べ優に関しては本当にごめんなさい。印象に残りづらい選手であったのかなって感じで。まあ、大卒いいのをそろそろ松本さん抜いてきてほしいところであります。はい。食べ優選手と、久保田和音選手、両選手の、活躍これからの期待、活躍これからのステージ。これからの活躍、飛躍を祈っています。はい。ってことでお疲れ様でした。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。まあ、これからも、出た、契約満了の選手、まあ、もしくは新加入の選手だったり、まあ、契約更新の選手だったりっていうのは、まあ、その日に出たら、まあ、相当なことが、まあ、残業とかで忙しくなる時もありますけど、まあ、相当なことがなければその日に出そうと思っているので、もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃのー。